でであり元閣であり元る1898年に、遊郭、新道の苦労として、当時の参考文書を中野町に開業。1957年の売春防止法制定を機に、旅館に転校した。遊郭当時の建物を旅館として使用していることは、もちろん、明治時代の輪島塗りや、く谷焼き、チンりといった貴重な食器類が、利用客の食事に利用している。 建物は2006年に国の登録有形文化財に登録されている。蔵を解体された際に発見された梁の組木2907年頃の料金等が記されており、現在も貴重な資料として保管されている。明治時代末期の料金は以下の通り、有供料1等2円とは別に花代が55銭料金が加算される。新道の苦労にいる芸者は地元出身。 将棋は立地方出身者が多く、明治40年当時は芸儀、将棋で計5人がいた。野号は初代の店主、沢への絵を撮り、丸に里していた。遊郭当時の顧客名簿も保存されている。なお、新道の苦労も含めた小中の遊郭は出稼ぎ漁夫を中心に賑にわっており、1917年時点では小中の地区全体で、 友情屋が34件、花魁の人数が84名、年間来客数39,400人、花魁の上げ代が当時の金で年間4742円96銭となっている。近隣にあった旧朝日商会と共に、八戸市内でも花町の歴史を伝える貴重な建築物でもあるため、保存活動や施設を活用したイベントが開催されている。 2010年に老朽化した土台を改修。2015年3から5月に東日本大震災で損傷した屋根や外壁などに大幅な修復作業を行った。車での送迎可能。ありがとうございます。